アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、アンドロージー8月号の付録を開封していきたいと思います。アンドロージー8月号はこちらです。アンドロージーといえば、付録のね、豪華さでも有名だと思うんですが、今回はですね、なんと大人のプレミアムビューティーキットということで、豪華9点セットのですね、付録がついています。付録はこちらです。じゃ早速開封していきたいと思います。オープン。はい、勢いよく出たやつから紹介しましょうかね。 RMK× アンドロージーのメタリックダブルポーチです。これがメインのアイテムかなっていう気がするんですが、中はねこんな感じでこうダブルの仕切りになってるんですが、ファスナーは一つなんですよ。ちょっと意外でした。横から見るとこんな感じですね。正面に RMK のロゴが入っています。で、結構ねペカペカした素材なので、高級感とかって言われるとちょっとあれなんですが、縫製はねしっかりしてますよ。内側に同じシルバーなんですが、こう素材違いのサテンっぽい生地の裏地がついています。端っこはねちゃんとパイピングもされています。ファスナーもね滑りもいいかなっていう気がします。街の厚さはそんなにないので、正面から見ると大きいんですが、厚さが出ない分そんなにかさばらないかなと思います。普段使っているバッグが厚みのないバッグっていう方だったら、これだと普段用のポーチにもできるんじゃないかなと思いました。シルバーっていうのがすごく夏っぽいですよね。で、その他のですね付録がこちらなんですけれども、今ここで使えそうなアイテムは実際にね使っていきたいと思います。ではですね、メイク落としましたので、こちら使っていきたいと思います。まず化粧水ですね。ドクターシーラボの VC100 エッセンスローション EX です。ドクターシーラボのアイテムって、私ほんとまだ全然化粧品とか興味なかった頃に、あのオールインワンゲル、あれ使った以来だと思います。でもこのオレンジのやつ結構雑誌とかにも載ってますよね。うお、垂れます。手になじませて、香りはすっきり系、なんかサラッとしてるんですけど、肌にのせると結構とろみのあるような感触です。なんかビタミン系の化粧水ってほんとサラサラのイメージなんですが、感触的にはその中でもとろみがある方だと思います。手のひらにとって重ね付け2回できるくらいたっぷりの量が入っていました。これ気持ちいいですね。残ったやつは腕にでも塗っておきます。なんかトロッとしてるんですけど、こう表面ペタペタしないので、夏場の化粧水選び結構困るっていう方は、これさっぱりしすぎず保湿力もありそうなのでいいと思います。で、次ね、私が大好きなやつですね。オルフェスのシートマスクです。こちらはアクアモイスチャーシートマスクリッチターンというものですね。濃厚 27ml たっぷりエッセンス極厚シートということで、プラセンタ配合のタイプになっています。オルフェスはほんと種類豊富ですよね。はい、こちらです。すごい垂れそうな勢いで、ほんとねシートにこう水分が含むギリギリの量まで浸しているっていう感じですね。マスク自体はこんな形です。こい、やっぱり気持ちいい。おー、やっぱり私このねシートマスク好きです。厚みがしっかりあるので、長い間シートマスク顔にのせてこうボーっとしていたいみたいな人でもね、このシリーズは使いやすいんじゃないかなという気がします。この状態でね、他のアイテム見ていきたいと思います。こちらバブエピュールレモングラス&ゼラニウムの香りです。バブのこのエピュールのシリーズもいろんな香りがありますよね。でもこちらはレモングラス&ゼラニウムということなので、まあレモングラスのスッキリ感はね、これからの季節にいいんではないでしょうか。そうそう、エプソムソルトがね入っているやつなんですよ。なので私も好きで原品買ったことあるんですが、このレモングラス&ゼラニウムは初めてです。ちょっと開けてみますね。こんな感じです。嗅ぐとね、ゼラニウムもするけど、やっぱりレモングラスが前面に出てる感じで、すごいすっきりいい匂いですね。夏になるとお風呂暑くて長時間入れないっていう方とか、もうシャワーで済ましてしまうっていう方も増えると思うんですが、こういうすっきりした香りの入浴剤、お気に入りのものを見つけておくと、ちょっとリラックスしたい日とかはね、ゆっくり湯船に浸かろうかなっていう気分になれると思うので、私ね意外と夏場は入浴剤ほんとたくさん買うんですけども、これ使ってみて良さそうだったら原品買ってみたいなと思います。で、付録ね、まだまだありますよ。エトボスのねヘアケアアイテムです。モイスチャーシャンプーとリペアトリートメントです。中開けるとこんな感じでサンプルサシェがねそれぞれのついています。で、シャンプーの方が原品が 230ml で約 1.5 ヶ月分が2800円、トリートメントが 180g 約 1.5 ヶ月分で3000円になっているそうです。で、シャンプーの方はノンシリコンタイプになっていて、トリートメントはクセ、うねり、パサつき、広がりの悩みにね働きかけてくれるそうで、1ヶ月
のクレンズ体験ということなので、まあ、集中的にね1ヶ月間使ってあげることで髪の感触をね良くしてくれるのかなと思いました。でもパッケージもねすごくおしゃれなので、なんかプレゼントとかにも良さそうですよね。裏に書いてたんですがトラベルサイズもあるみたいなので約1週間分ですね。ちょっとした旅行の時なんかにも良さそうです。お風呂場に置いておいてもおしゃれそうなパッケージですよね。これはねちょっと今日ここで頭洗えないのでまた使ってみて感想別の動画でねご紹介できればなと思います。じゃあ次ですね、これ私ね現品持ってます。ロージーローザのジリータッチスポンジハウス型です。こっちが今使ってる現品なんですけど、現品サイズだと6個入っています。付録はこれが1つ入っているんですけども、足をだとこんな感じです。結構ねプニプニっとした低反発枕っぽい、ね、感触になっています。水を含ませてない状態でも結構弾力はあります。これに水を含ませるとこんな感じで一回り大きくなります。サイズ差こんな感じですね。弾力がねもっとこうふかっとした感じでちょっと柔らかさが出てきます。ファンデーションをつけるときにパウダータイプのものだったらそのままスポンジにとって顔にのせるといいんですが、リキッドとかクリームの場合だとそのままスポンジにつけちゃうとスポンジがねたくさんファンデーションを吸ってしまうので、指で先にお肌にファンデーションをのせておいてそれを伸ばすような感じで使った方がいいそうです。じゃあこのスポンジを使ってですね最後の付録こちらです。 RMK のメイクアップベースとリクイドファンデーションの10-2番、これを実際に使っていきたいと思います。じゃあ剥がします。 RMK のベース使うのなんか本当何年ぶりだろうという感じなんですが、若い子向けのあんまりこうカバー力がないというか、まあ、そんなに隠すあらもない人が使うよっていうイメージがどうしてもあるんですよね。でベースがちょっと垂れるので指先でお見せしますがこんな感じです。もう本当緩い乳液みたいな薄いピンク色がかったアイボリーみたいな感じ。伸びが良くて全然こう肌の上で突っかかるような感触はないです。スキンケアみたいな感じで使いますね。で次こちらファンデーション使います。 SPF14PA2+ になっています。102そのまま見ると色濃いですね。黄色っぽい、ちょっと詳しくわからないんですが102っていうとなんかもう一つ明るい色とかありそうですよね。これが標準色なのかな。これをねこのロージーローザのハウス型のスポンジで伸ばしていきたいと思います。これつるっとした仕上がりですね。ほんと素肌感サラッサラなのでなじませるのはほんと早いですね。ちょっと今気になるとこにだけ重ね付けしてます。重ね付けするとね結構カバー力アップしたので全体に薄くつけた後は気になるところにね少しずつ取って重ねるといいと思います。なので私はこのねあざの部分とちょっとこういうピンポイントのシミとかになると難しいと思うんですが、まあ、こういうちょっと黄色みのある色のベースだったら例えばこういうクマの部分、いつもピーチカラーのね色補正下地でカバーしているような部分とかはちょっと重ねてやるとコンシーラーなしでも少しクマが隠れるかもしれません。こんな感じに仕上がりました。かなりナチュラルな仕上がりのベースっていうイメージだったんですが、今使ってみるとそういうねすごい素肌感を残した軽いつけ心地っていうのはそのままなんですけれども、重ねていくとどんどんカバー力を調整できるので全体は厚ぼったくはしたくないけれども部分的にはねしっかりカバーしたいっていう方はこちらのファンデーションね非常に調整しやすいと思います。なんかねすいません思ったよりすごく良かったです。色ももっと暗く仕上がるかなと思ったんですが全体はねほんと薄くつけてるのでそこまで黄色みも強く感じないですし、つるんとした感じはあるんですけれども私が苦手なツヤツヤのツヤ肌には仕上がらずに毛穴とか細かい色ムラはしっかりカバーしてくれたと思います。これねちょっと試せてよかったです。私 RMK とかほんと普段全然カウンター行かないのでこういう機会でもないと特にベースなんか触ることなかったと思うんですが、これね軽いつけ心地のファンデーションを探してる方はね一度試されてみるといいと思います。付録に入っていたアイテムは以上になります。はい、あとはね手持ちのアイテムを使ってメイクしました。今日あえてフェイスパウダー使ってないんですけれども、チークとかねハイライターとかのせるとそんなに全体に粉をはたかなくてもベースメイクねテカテカしてない仕上がりかなっていう気がします。どうですかね。というわけで今回はですねアンドロージ8月号の超豪華な付録をね開封していきました。最後に今日のメイクです。アイシャドウはねこちらのパッドさんのモーブっぽいパレットを使っていて、リップがこちらのルブタンのルビラック 630L 版というお色を使っていました。ちなみにオープニングで使っていたメイクは目元がボビーブラウンのヒートレイで、リップがトムフォードのリップカラー社員14番アンナバッシュドでした。
あとですね、まだ全然未定なんですけれども、まあ、もうすぐ夏が来ますしね、なんかオフ会とかできたらいいなとかちょっと考えてるんですが、ここにねアンケートフォームつけておきます。福岡で開催した場合に、まあ、日程とか時間とか別として距離的にね行けるよっていう方いらっしゃったら、ぜひね行けるっていう風に投票していただけたらなと思います。昼だったらいけるよとか、週末だったらいけるよとかね、夜だったらいけるよっていう人いると思うんですが、まあ、ぜひよかったらアンケート参加してみてください。というわけで今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。